どうもジョイナスです。さあ今日も早速参りましょう。長崎人に聞いた、長崎に来たらここだけは行くべきおすすめのスポット。よいしょ。さあということで早速やっていきましょう。今回はですね、ご回答いただいたフォロワーの皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ハウステンボス、はい、来ましたね。もう早速、もう何やろ、総括入っていいんじゃないかなってぐらいのハウステンボス。まあね、これはもうみんな長崎人みんな思ってるスポット。うん、長崎人の大半がね、ハウステンボスに行くべきと思ってるのかなと思ったりねするんですけど、まあ間違いはないと。あのね、まあカップルでももちろん楽しめますしね、家族で行っても誰と行ってもね楽しめるという感じですね。まあどこに行くかより誰と行くかというとこなんでね。はい、はい、次行きましょう。はい、稲佐山の福の湯。はい、意外なとこ来ましたね。稲佐山の福の湯。福の湯ね、いいよね。まあ温泉なんですけど、まあ温泉ももちろんね、露天風呂とかすごいね、どんな感じだったかな、一回行ったことあったんですけどね、ちょっとねどんな感じか忘れちゃったんですけど、正直ね温泉よりインパクトが強かったのが食事なんですよね。なんかビュッフェ形式の、まあ、バイキングかな、バイキングって言ったのが分かりやすいかな。そんな感じの、まあ、食べ放題のね、まあ、食事もね、あるんですけど、まあ、それが非常に美味しかったなというような印象ですね。はい、福の湯ですね。まあ、稲佐山、まあ、登ってね景色見た後に温泉行くっていうのも一ついいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、次行きましょう。夜の出島ワーフ。なるほどね、なるほどですね。これは出島ワーフってさ、だいたいさ、まあ、朝っていうか、まあ昼時のねイメージがね僕の中ではすごい強いんですけど、確かにねこれね夜もね間違いなく綺麗やと思う。うん、海の向こうっていうか、海の向こうっていうのがその造船のなんか、まあいろいろね、あのドックだったりっていうのがあるんですけど、そこら辺が多分ねライトアップされててすごい綺麗に見えるんじゃないかなと。またね昼行くのとね違うような景色が味わえるんじゃないかなと思います。これねちょっとね、ああなるほどなと思いましたね。夜にねお酒とか飲めれば一番いいんじゃないかなと思いましたね。はい、次行きましょう。夜の稲佐山、100万ドルの夜景ということで、はい、いただいてます。まあ夜の稲佐山、まあね100万ドルの夜景というか、まあ、世界新三大夜景の一つが、まあ、長崎の、ね、稲佐山なんですけど、まあ、それだけね言われるだけあってすごく綺麗です。でね、一回ね結婚式の時にね稲佐山なんとかかんとかっていう結婚式場に行ったんですけど、その時のね結婚式場からの景色っていうのはすごい良かったんですよね。うん、ね、ちょっと感動したこんないい景色やったんやねっていう風な感じですね。はい、次行きましょう。佐世保バーガー。はい、これ確かに食っとくべきやねって思いますね。まあ、ただね、まあ、佐世保に行って食べるっていうのはもちろん一つの本場なんでね、一つの手かもしれないんですけど、まあ、もちろんね佐世保だけじゃなくて、まあ、例えば大村協定場とかね、大村ボート場とかの中にも、まあ、カヤバーガーっていうのがあるんですけど、まあ、そこで食べれたりとかね、まあ、もちろん長崎でも食べれたりするんですけど、クラフトビールじゃないけどね、やっぱクラフトバーガーみたいなね感じですよね、佐世保バーガー。うん、食べてください。はい、次行きましょう。あ、これ結構ニッチじゃない？大村の森園公園。はい、来ましたね。まあね、大村市民だったらね、まあ皆さん知ってると思うんですけど、まあ空港のね橋を過ぎた、右側ら辺にね、まあ、大きな公園あるんですけど、まあ、そこも森園公園といって、まあ、週末とかね、家族連れで、まあ、ちっちゃい子供たちが走り回るみたいなとこなんですけど、まあ、そこにもねちょっと一個隠れスポットっていうのがあって、まあ、ガラスでできた砂浜か、はい、っていうのがあるんですけど、まあ、そこもね、ちっちゃいね隠れスポット、大村のね隠れスポットに
なってますね。はい、はい、次行きましょう。あ、結構あれね、長崎の中でも地方のなんか出てきたね。いいね。はい、変わったな町の真由美レストラン。はい、これね、これね、すっごいわかるんですよね。多分ね、長崎の人とか、例えば、まあ、大村からちょっと佐世保の方とか、その岐方面に行く とかっていうね、時にね、わかるんですけど、まあ、その通り道ね、変わったな町っていう、まあ、町があるんですけど、そこに入ると一気にね、あのね、もう、真由美さんの町みたいな、真由美さんが治めとる町じゃないかってぐらい看板がね、出てきたりするんですよね。はい、これ面白いよね。もうタクシーも真由美やし、そう、あとレストランね、うん、まあ、あといろいろね、多分あるんですけど、ほんとね、確実に 1,2 回はね、真由美っていうね、ワードが目に入ってくるっていうような感じなんですけど、僕好きですけどね、この通り道ね。はい、ということで次行きましょう。小浜町の足湯。なるほど、足湯ですね。これ多分日本一じゃなかったかな、日本一長い足湯としてまあ売り出してるのかな、分からんすけど、うん、ここもね、やっぱ週末とかになるとね、ドゥワーってね、人が並んで足だけ使ってみたいなやってますけどね。話ちょっと脱線するんですけど、雲仙っていう、あの、まあ、オバマのもうちょっと先にあるんですけど、それはね、あの大体のね、家のね、瓦がね、赤なんですよね。町自体がなんか魅力的なね、町になってるんですけど、まあオバマとかね、雲仙方面行く価値すごいあるかなと思います。うん、まあ、温泉だったりね、まあ、そういうゆっくりするような、はい、感じなんですけど、うん、すごいリフレッシュできる場所じゃないかなと思いますね。まあ、僕が、長崎県外の人ね、県外の人におすすめしたいスポットっていうのは、そうね、やっぱハウステンボスって言ったら、もう正直もう全国で知られてるテーマパークではあるんで、まあ、そこはね、まあ外さないとして、そうね、そこは外さないとして、じゃあもう一つここ行ってみた方がいいよって思うのは、ちょっとね、これ回答的にはちょっとね、ずるいかもしれないんですけど、うん、まあ、壱岐対馬、五島とかね、離島にね、行くっていうのをおすすめします。はい、これね、結構ね、長崎に住んでる人もそうなんですけど、多分ね、旅行で離島ってね、そうそう多分行かないですよ。旅行、もしその長崎の離島に旅行するんだったら別のね、県に行ってみたいなって多分ね、そういう感じになると思うんですよね。まあ、なんでぜひね、長崎に来たら、まあ、もちろんね、長崎市内とかもね、回っていいと思うんですけど、まあ、ぜひね、離島に行ってみたらいいんじゃないかなと思います。すごい遊べる場所とかではないですけど、やっぱりリフレッシュ、心と体と筋肉とリフレッシュできる場所なんじゃないかなと思いますね。はい、で、まあ、ぜひね、コロナがね、収まったら、まあ、ちょっと壱岐とかね、五島とかね、行ってみたいなと思うんですけどね。はい、はい、ということで今回は長崎に来たら行くべきおすすめのスポットということでご紹介させてもらいました。はい、ということで、次回の動画いつになるか分かりませんが、今回はこんな感じです。ありがとうございました。